崎チャンネル。ちょっ。金曜日、ソチェック。はい、のお時間でございます。さあ、セリーグもパリーグも大混戦ですね。順位の入れ替わり、そして、優勝に向けてもう残り試合が少なくなってきたっていうところでね、毎日の試合がかなりね、一喜一憂するファンの皆さんもいるでしょうけども、今日はですね、しっかり、火水木、ね、電柱芝ありましたけども、しっかり皆さん振り返っていきましょう。さあ、ということで、まずパリーグ、日本ハム対オリックス。8月31日3対1で日本ハム。1日12対1で日本ハム。2日6対6で引き分け。日本ハムの2勝1分けで勝ち越しってなりましたけど、オリックス3連敗の危機でしたけどね。まあここでしっかりね、最後引き分けになって大きかったっていうところもありますけども、まあ31日で3対1で、日本ハムの勝ちっていうところで、まあオリックス、焦りかね。オリックスはね、こっから一番大事なのね。焦らないね。焦りが出てやっぱりミスをすると、去年のオリックスに逆戻りになっちゃうよっていうね、試合に見えましたけども、まあ5回裏ね、守備のミスっていうところで、まあノーアウト2塁ね、伏見ね、ここで投げるの、投げるやめて、ポンって抜けていってね、レフトまで行くってね、悪送球。で、5回表はね、1得点後、西一塁で、吉田ね、高めのクソボール、三振。ちょ、珍しいね。ああいうの本当に珍しい。振って三振っていうところでね、負けられない、勝たなきゃいけない、日本ハム今最下位勝たなきゃいけないっていうね、ちょっと焦りが攻守に出てるかなと。日本ハムはね、もう一席コンビ活躍っていうね、4回裏、2アウト1、3塁から佐藤がね、この2アウトから1本1打点、レフト前ヒットね。で、5回裏、2アウト1、3塁で、野村ね、今若き主砲っていうところでね、レフトへ、タイムリーツーベース。で、7回裏、1アウト1塁で木村をね、左中間へ抜けるタイムリーツーベースっていうところで、まあ、若手、そして遺跡組の躍動っていうところでね、この打線の、活性化、非常にいいかなと。で、まあ、9回ね、2点差になって、2アウトから、ね、来た。3塁へ向かって、ね、アウト。しかも余裕のアウト。ね。2点差で、3ベース、しかも2アウト。行くメリットないよね。しかも2点差だから3塁行ったところでどうしようもない。これだったらもうしっかりセカンドで止まって、次のバッターにかけるっていうところで。で、しかもね、2塁回るときね、コーチは見てたんだよね。宇宙間の球っていうところで自分で判断しないといけないし、コーチは見てたってことは、まさかの3塁コーチが、回してたっていう可能性もある。ちょっと映像でね、映らなかったんでよくわかんなかったですけど、これコーチはもう回してたらね、もう大バット、バーッと、なぜ行ったっていうね。で、アウトになって試合終了っていうね。あれ、ちょっと去年のオリックスに戻っちゃうよっていうね、この金曜日の試合だったかなと。でね、ピッチャーもね、山崎幸也から吉田亮に代わって抑えれないっていうね。このね、まあ、昨日の試合もそうだったんですけど、これまあ後で言いますけどね、リリーフ、ね、頑張らないと。で、1日、12対1で日本ハムっていうところでもうバーヘゲン、ガッツ。非常に素晴らしいピッチングで、もう打線も活性化。ガーッツ。ね。で、まあ、オリックスはね、フォアボール、ミスからの失点っていうね、ちょっと弱い時の癖が出てきてるよっていうね。日本ハム3回裏ね、西川がレフトにツーベース。で、木村三振。で、近藤がね、ツーベース打つんだけども、セカンドね、義母がね、ちょっと追いすぎっていうね。こう。あれ、センターね、福田突っ込んできたら取れたよ。正直ね。で、その後野村ね、フォアボール。で、ワンアウト満塁になって、高浜ね、ショート内野安打。だけどよ、この紅林よ。まあ、前もあったけど、雑だよね。適当に投げてる。まあ、ダブルプレー、まあ、うまくいけば取れたかもわかんないけど、取れなかったとしても、ここしっかりね、ワンアウトって、こういうところね、ミスをね、ちょっとしっかり防いでいかないと、ちょっと見栄えも悪くなってくるよね。でも、日本ハムはもう12点。もうね、躍動っていうところで、まあ、2回にね、しっかり、石井がね、タイムリースリーベースで先制して、で、3回、5点のね、ビッグゲーム。西川ツーベースとかね。で、この、高浜ショートの、そのね、内野安打になって、その後、浅間がね、センターへタイムリースリーベースきっちり打つっていうところでね。で、ここでまだね、2アウト3塁になったからね、石井がね、このタイムリーヒット。これが大きい。これ、石井の活躍がね、この試合、本当に非常に、グッと、素晴らしかったかなと思います。で、7回裏もね、まだ石井がね、ライトにタイムリーツーベース。で、木村、清水のね、犠牲フライっていうところで、こういうところもきっちり取っていくし、8回も攻撃緩めることなく、また石井がね、タイムリーヒット。あとホームランでサイクルっていうところでしたけどね。まあ、なかなかちょっとホームランはね、難しいっていうね。で、その後石川亮もタイムリーっていうところでね、もう連動性生まれてね、非常に素晴らしい攻撃だったかなと思います。そして、昨日の試合はね、6対6の引き分けになりましたけども、まあ、試合見てたら、日本ハム勝ったなと。オリックス負けた。これオリックス、首位、3連敗はきついよっていうところでね、非常にね、いい試合展開。日本ハムはね、初回に浅間がね、先頭打者ホームランで先制して、で、4回にね、ワンボールのタイムリー。で、5回にね、一気にビッグゲーム、ロドリゲスがホームラン打って、あの難しいね、低め。
非常に打ったなって、うまくね。で、その後ね、2アウト1塁になって、今度がね、タイムリーっていうところで、このね、チャンスを必ずものにするっていう形で、最終回ね、6対2で4点差で迎えて、これ勝ったなっていうところでね、オリックス、ワンアウトから福田フォアボール、胸レフト前で吉田タイムリーで杉本ホームランっていうね、一気にいったっていうね、非常にこの粘り、もしオリックスが、この、今シーズン優勝したら、このね、9月2日のこの日本ハム戦が、のが負けなかったのがキーポイントってなってくるような試合かもわかんないね。でもね、日本ハムのね、まあ課題っていうか、やっぱ守護神が決まりきらないっていうね、ところでまあ、ロドリゲスもね、良かったんだけどね、ハマっちゃうっていうね、ここしっかりね、井口がね、その前にグッピチッしてるだけにね、こういったところの流れをね、良くしたいかなっていうね。で、まあ、オリックスはね、リリーフはね、まあ、このバタついてる、全体的にバタついてるっていうのもあるけど、このね、負けてる試合で、ね、この、昨日竹安がね、2失点した、その後、負けてる試合を、その負けてても、点差を広げられないようにして、持ち前の攻撃陣で逆転にかけるって。この回もね、最終回に4点取れてるってことは、終盤に逆転可能な打線を持ってる。しかし、ここのリリーフ出てきたピッチャーが負けをさらに点差を広げて負けていくと逆転できないんだよね。だからやっぱ優勝していくチームっていうのは逆転のなんとかとかね、逆転するっていうのはよくある光景で、でもその逆転をするっていうにはリリーフがしっかり負けててもその最小失点差を維持していって試合終盤迎えて攻撃陣がドンと逆転していかなきゃいけないんで、このやっぱりリリーフがねちょっと不安なところは、まあ本当に今年のオリックスを足引っ張る可能性は十分あるね。でしかもまあもうね、このいるメンバーでなんとかしていかなきゃいけないんで、まあここがね、正念場っていうところをね、感じた試合でしたね。まあここからね、まあやっぱ裏ローテきついね。山本、宮城がいない。まあこのなんか新聞でね、宮城をちょっと変えてね、このカード分けるっていうところあったんで、これはまあね、すごいいい判断なんじゃないのかなと思います。結果ね、日本ハムとオリックス、2勝1分けで日本ハムの勝ち越しでした。続いて、ソフトバンク対楽天。31日、3対6で、楽天。で、2日、5対2で、ソフトバンク。で、1日は試合なかったんでね、1勝1敗で、5分でしたね。で、31日、ね、楽天早川、3回48球、5安打3三振、1失球3失点と。まあ、対左のね、バッてやっぱり、うちにストレート、うちにチェンジアップ、もっと投げていかないと、やっぱこう、対右に対しては、チェンジアップが低めに投げれきれてんだけど、対左になったらやっぱ浮くんだよね。で、そこをやっぱ仕留められたっていうところもあるんで、やっぱこのね、対左と対右、対左はもう3割以上、左率。対右は2割前半とね、約1割ぐらいのこのね、左率が違うんで、まあ、もっとね、左対策をしていかないと、グーンってね、上がっていかないね。まあ、もう課題はそこだけっていうぐらいね、この左バッターへのインコースストレートの制球力、ね、で、チェンジアップの低め、制球力、インコースに戻す制球力っていうところを使えればね、もっとこの持ち前のね、クロスの球が役立つんで、そこはね、ちょっと修正、早くしていく必要があるかなと思いました。で、ソフトバンクはね、3回裏、三森レフト前、で、牧原バンド、で、柳田がね、センター、オーバー、ツーベース、タイムリー、で、栗原、チェンジアップをね、ライトへタイムリー、で、デスパイネ三振で中村がね、チェンジアップをレフトへね、タイムリーと3点目。これね、ほぼ、もう三森、柳田、栗原、中村とね、左に打たれてる。で、右のデスパイネはしっかり抑えてる。これがね、早川の典型的な例かなと。で、ソフトバンク東山ね、ストライクには投げられてるけども、ちょっと球が高く浮いて、その分変化が少ないっていうところで、やっぱ低めに投げていかないと、やっぱ変化が大きくならないね。ちょっと緩かったかなっていうね。で、4回9安で6失点と。ね、長らく苦しかった。で、楽天はね、初回、鈴木大地。このね、浮いたところのカットボールをね、ライトホームラン。で、4回、カスティーヨ。これね、来日初ホームラン。グッチ。ね。ツーラン。こう、ストレートインコースになったのが真ん中入る。ね。で、5回表、島内、スリーラン。ね。カットボール真ん中に入る。ね。で、この島内のね、打順変更。島内3番、浅森4番にした打順変更がね、成功したかなと。ね。で、西口。ね。早川から変わった西口が3回33球、1安打1三振、1四球、無失点と。グッチ。ね、勝利投手になったけども、非常にね、そんな球速はめちゃくちゃ速いわけじゃないけども、両コースにストレートしっかり投げ切って、コースにね、しかも強い球、しっかり投げ切ったことがね、この無失点にね、繋がったから。で、2日ね、5対2でソフトバンクっていうところで、まあね、千賀則本の投げ合いでね、どんなのかっていうところでしたけども、まあ初回ね、ソフトバンクがいきなり先頭打者ね、牧原のホームラン。でね、デスパイね、このね、小深田のエラー、パーッて、いて、こういうミスはね、やっぱ痛いよね。で、そのまま、3回で、ね、柳田の、ホームラン。すごいなるよ。まあ、ヘッド返ってたけどね、低め、ちょっとヘッド返ってきたけど、あれは非常に、もう柳田らしいホームランだったかなと。で、6回思ってね、茂木のタイムリー2点取ったけども、まあ、千賀もね、
いいピッチングだったっていうところとね、まあ、今回リリーフ、最後ね、西武に甲斐の持ってきて、まあ、ここもね、岩崎、モイネロ、森以来って、もう普通のチームだったらもう終わってるよ。まあ、そこをね、なんとか踏ん張って、やっぱ坂東も前の方がいいね。こう、精神的にまだ守護神に耐えられないのかな。前の方が非常にいいピッチングするかなっていうところもあるんで、まあ、これも試行錯誤ね、続くかなっていうところもありますし、楽天はやっぱりね、浅村が今ね、不調。ここがね、苦しい。昨日も鈴木大地島内ランナー出してるけど、やっぱ浅村がね、打てないんだよね。そういったところで、この打線のね、この切れ目ができちゃうっていうところで、この浅村の復調待ちだね。まあ、カード変わってこん、ね、今日からどうなるのかっていうところはありますけども、まあ、ソフトバンクもね、ここでズルズルっていかないで、戦艦でね、しっかり踏ん張った。フォークボールの切れよし、ストレートの勢いよしっていうところでね、非常にグッピッチだったかなと思います。結果ね、1勝1敗、5分でした。続いて、ロッテ対西武。31日、5対1でロッテ。ね、連勝っていうね。で、1日、7対14で西武。連勝、ストップっていうね、形になりましたけども、31日ね、未満。7回79球、4安打5三振、無四球1失点と。まあ、ストライク先行でね、勝負できたっていうところと、まあ、フォークボール、スプリット系が低めでしっかりね、空振り取れた。あと、カウント取りも使えた。で、カットボールがコースに投げれたっていうところで、非常にね、未満の持ち味のピッチング、コースへ、制球へっていうところがね、できたんじゃないのかなっていうところで、グッピッチ。ね、で西武、ね、フォアボール、ミスからの失点というところで、まあね、ロッテ、4回裏、荻野ね、サードエラー、ね。で、その後、藤原、まあバントしてヒッティングに変えて、まあフォアボール。で、中村バント。で、マーティンに2ボールから、フォークボール、スプリット、ど真ん中投げて、あ、ライトへ、ライトオーバーのタイムリーツーベース。で、6回裏、2アウトから、マーティンにレフトへホームラン打たれて、レアードフォアボール。で、山口ね、レフトへツーベースだけど、スパンチェバーグなんかジグザグに追われてきて、最後もなんか転んだように前にね、ダイビングして落とすっていうね。で、その後安田がね、2点タイムリーヒットっていうところで、こうなんかフォアボールミスっていうところがね、非常に高橋コーナーのね、リズムを崩したかなっていうところもあるけども、まあ高橋コーナーもね、6回5アンダル、ね、あ、6回、6アンダル5失点ね。ちょっと球高くて仕留められたし、ちょっと力なかったかな。そこね、ファールとか空振り取れなかったんでね。まあそういったところはちょっとっていうところはありましたけれども、まあこの試合見てて思うのはね、ちょっと外国人選手の差がね、出たかなっていうね。スパンジェンバーグちょっと打てもないし、守備でもミスもできる。逆にね、ロッテはね、マーティンバンと打つっていうね、ちょっとここの差がっていうところもありますし、1日のね、7月14日の試合、西武がね、大勝しましたけども、ロッテ岩下がね、大炎上っていうところで、2回ね、6失点、まあ初回に6失点するんだけども、まあもうね、リリーフがいいんやから、もう初回から全力で、もう投げていこうっていうね、まあちょっと、もう、岩下の時毎回言ってるけど、突っ立ち気味、肩開く、手遠回りする、抜けるの家から引っ掛けるみたいなね、もういいところがね、出てないっていうね、全体的に中途半端でピッチングになったかなと。で、西武2いるね、五輪明け、8月18日、ロッテ戦5失点、8月25日ソフトバンク5失点、9月1日ロッテ戦3失点、で、そのね、五輪前もね、7月11日楽天戦3失点、7月4日オリックス3失点、6月27日オリックス5失点とね、ちょっともう制裁ね、書きすぎ、まあね、ちょっとコロナ禍でね、っていうところもね、家族と会えないっていうところもあるかもわかんないですけども、まあストライクボールね、はっきりして、もう変化も小さいっていうね、あとこのツーシームシンカー系っていうのが全部逆球に入ってそれを通打されるっていうね、まあちょっと苦しい。ね、ピッチングになってるかなと。でもね、その中、打線もね、グッと。非常にもう山川のね、すごい、プロ野球にして見てて、これなんかもう山川ホームランと終わりそうみたいな。でもその後ね、ロッテ、粘った。非常に粘った。お、いけるんちゃうか。で、4回裏ね、マーティンのセンター裏、おい、打った瞬間行ったかなと思ったけど、あれが入ってたなっていうところあるんですけどね。まあ、ロッテはね、リリーフ不発っていうところで、中村2失点、東4失点、小野2失点とね、ここはまたね、さっきのオリックスと一緒だけども、この、小さいね、失点で、抑えとけばね、逆転できたっていう可能性もあるんで、ここら辺はね、その、ローテーションのリリーフの裏のね、人たちが頑張りどころっていうところはあるよね。で、西武スパンジェンバンク、サンダスの人ね。で、守備でも山口の内野安打ね、もうガチャーンって投げて、ファーストに悪送球っていうね。ちょっとここら辺。で、ギャレットもね、まあ、抑えしたけど、ちょっと不安定。ニールっていうところで。まあ、ね、ロッテもね、レアード・マーティンっていうところはもう鍵っていうのはもう間違いない。で、レアードがね、先ちょっと落ちてきてる。でも最後ね、打ったんで、まあ今日からの試合どうなるのかっていうところはあるけども、まあ西武もね、スパンジェンバーグ、ニール、
ギャレットっていうね、これがやっぱ外国人が連動しないとなかなか苦しいっていうところもあるんで、今現状ね、パリーグで、打線で2人の外国人が躍動してるっていうのは開幕からロッテだけだからね、そういったところのロッテのアドバンテージをね使って、まあこのね週末日本ハム戦どう活かせるのかっていうところがポイントかな。まあ西武はね、これもう持ち前の打線、もう先発がね抑えればっていうところもあるんで、このね持ち前の打線どこまでねいけるかっていうところもあるんでね、まあ週末どういう試合になるのかね、ロッテ対西武結果1勝1敗5分でした。続いて、巨人対ヤクルト。8月31日、10対8で巨人。1日、2対0で巨人。で、2日、2対2の引き分けっていうところで、2勝1分けで、巨人の勝ち越し。ね、一時は首位攻防戦になりましたけど、まあ、ここもね、すぐ入れ替わる。阪神とね、三つどもえっていうところで、まあ、31日ね、10対8で巨人っていうところで、巨人ね、メルセデス。対角線のクロスへのね、請球がちょっと甘かったかなと、全部中入っちゃったかなと、自分の良さをね、消しちゃったかなっていうところもあって、まあね、4回3分の2、101球、8安打4失点とね、ちょっと振るわなかったかなと。で、ヤクルトがね、復帰戦、ね、3回3分の2、71球、7安打4失点、全体的に請球甘い。これ、もう、小川がもう生命線よ、ヤクルトはこっから上がってくるときに。そのね、復帰戦、どんなピッチングするか非常に楽しみだったけども、ちょっと緩い、全体的に。まあ、菅野もね、最初そうだったから、まあ、次回のね、登板までにこのね、1回1軍で投げたっていうところを活かしてね、どういう調整をしてくるかっていうのはね、ちょっと楽しみだなっていうところはありますよね。あとまあね、勝負はミス、リリーフで決まるっていうところで、巨人はね、メルセデス、鍵谷って言ってね、ヤクルト5回表ね、同点の後、西満塁でね、サンタナを三振、鍵谷、グッピッチェン、ね。で、8回表ね、デラロサからね、中川。三失点後ね、デラロサやらかしちゃって中川に変わって、ノーアウト一三塁で、青木とピッチャーゴロ三本間に挟んでアウトね。で、山田センターフライ、村上センターフライ、ここを抑えた。鍵谷中川空。このね、リリーフっていうところが非常にね、躍動したかなと。でね、まあ、ヤクルトはね、この6回裏、巨人の攻撃でね、ワンアウト一塁より、代打中島出てきて、レフトへ結果ね、ツーベースで1打点になるんだけども、あれね、サード村上取れた。正面入ってた。だから結果はヒットだけど、ミスみたいな感じだね。あれ取ってたらそのままサードベース踏んでダブルプレイって無失点乗り切れてたんだね。そしたら勝ってたかもわかんない。ね。で、7回表、青木がツーベース打って、次山田がね、レフトフェン直の、打つんだけども、ファーストで止まってんだよね。あれ完全、だから多分ホームラン行ったと思ってたのかな。セカンド楽勝で行けて、セカンド行かないとファースト止まって、その後村上に463ダブルプレイでしょ。これセカンド行ってたらダブルプレイないんだよ。ね。そういったところで、こういうね、ちょっとミスっていうのがね、ヤクルト、やばい。こうちょっとこう、首絞めちゃうよ。こういうとこちゃんとやっていかないとね、終盤に向けて。で、9月1日ね、2対0。まあ、ここはもうね、菅野、グッピッチン。ね、前回ね、初登板でちょっと全体が緩くてね、心配しましたけど、8回ね、108球、1安打8三振、1失球、1デッドボール、無失点。もうまっすぐ。で、カットスライダーがね、非常に良かった。これもプロ野球ニュースで、斎藤正樹さんとか見てたけど、斎藤正樹さんのカットとスライダーがめちゃくちゃいいねって言っててね、そういったところで、あとストレートの力強さ、左足にね、しっかり乗ってるっていうね、ところもあって非常に良かったかなと。あとでもこれやめてるね、ちょっとオリンピック前ぐらいから、これね、もう、あれもうやめたんだね。合わなかったのかな、もうね。で、ビエイラ、この試合でね、32試合連続無失点、外国人選手ね、最多の、32試合新記録っていうところでね、2011年のファルケンボーグ超えっていうところでね、非常に安定してね、グッピッチだったけど、まあ昨日試合打たれちゃったけどね。ヤクルト、高橋奎二、7回95球、4安打6三振、1失球、2失点。ガガーッツ。もう今、ヤクルトの先発で一番安定感ある、高橋奎二。もう、見ててね、去年みたいな不安感全くない。非常にね、カーブ、緩いカーブもいいし、カットもチェンジアップもいいし、ストレートもいってるし、もう、最初のカードがどんどん甘いところはもういい。最近コントロールも良くなってんちゃうかっていうね。もうなんかこう、生き生きしてるね、表情が。ベンチでも自信満々でね。負けてたけど、すごいニコニコしてた。納得してんだろうね。自分のピッチングに。で、まあまあ3回裏ね、丸がね、チェンジアップを取られてね、ホームラン。まあこの2点だけでね、巨人は勝つけども、非常にこのね、丸が1番に座ってから、チームの成績もいいっていうところでね、この丸1番、坂本、吉川、この打順変更がね、非常に、有効的になってるんじゃないのかなと思います。そしてね、2日昨日ね、2対2の引き分けってなりましたけども、初回ね、いきなりね、塩見フォアボール、で、青木のね、時に山口ね、悪送球、で、山田フォアボール、これノーアウト満塁っていうところで、ヤクルトは一気に行きたかった。でも村上のセカンドゴロ、まあ、ダブルプレー崩れ、オスナ三振、中村アウトでね、これもうヤクルトはここでね、2、3点欲しかった。でもまあ逆に巨人はね、踏ん張ったかなと。で、2回裏ね、岡本和真レフトでね、ホームランっていうね、非常にインコースクルッと回って、岡本調子いいね。
ここでも、まあ、もうね、1対1進んで、まあ最終回ね、1点1点取っていくんだけども、まあ巨人もね、ヤクルトももうやるべきことやったかなと。まあ今日ね、日刊スポーツの評論出してますけども、まあ最後ね、ビエラ出して、打たれたらもう川だ。ガッツね。ほんで最後もね、我慢してね、オスナずーっとノーヒットで、20打席ぐらいノーヒットなのかな。ずんで我慢してね、5番に置いて、そのオスナがね、9回先頭でツーベース打つっていうね、高津監督の我慢のね、しところっていうのが生きたし、で、そっからね、もう代打の切り札、川端がね、バーンともうあの速い球を代打1本で詰まりながらもセンター前打つ。ガッツ。神様、もう今代打の神様、ヤクルト川端になってるかもかってね。で、そういったところで、お、これ、あ、これヤクルト勝ったなと思ったらね、9回裏、吉川がね、先頭ヒット。でね、増田バンド。で、若林がね、その前の時ね、こう、ちょっと進塁させられなくてね、でも打った瞬間、センター、オーバー、ね、同点っていうところで、まあ、原監督はね、どっちかっていうところの打線もね、いろいろ入れ替わり、形変わりしてね、やっていくっていう、ところがね、まあ、構想したっていうところもあるし、高津監督はね、こういったところをしっかりね、粘り強く、踏ん張ったっていうね、ところもあるし、ヤクルトはね、まあ、川端がいるっていうところもありますけど、その前のね、代打内川もね、ヒット打ちましたけども、代打成功率がね、2割5分を超えるっていうところで、セリーグ1位なんだよね。で、そういったところで、この途中から出ていく選手のね、代打陣っていうところの厚みっていうのはあるけども、巨人もね、こういろいろ行くけども、代打成功率がねもう2割切ってて非常に苦しい。昨日もね亀井っていうところもあったし、なかなかねこの代打成功率が上がっていかない、代打に切り札的ないないっていうのが、こうリリーフはね原監督の采配でいろいろ手を変えね、品を変えいろいろやりながら、こうね先発早く崩れてもっていうところでね試行錯誤しながらいい形はできてるけども、攻撃面のね途中から行く作戦が増田とかのね足は最強にいいところを使えるんだけども、代打陣っていうところのねこう試合終盤の作戦面がこう機能してないよね。まあ、セリーグはね、やっぱピッチャーいるから代打いるし、もし小林がね、スタメン出たら小林のところでも代打いるっていうところになってくると、やっぱ巨人はね、この代打陣の成績がね、この終盤のかなり、役割っていうのは大きくなると思うんで、そういったところでもね、こう若林はね、途中から出て2打席目っていうところもあったんで、この1打席目で勝負できるね、勝負強さが上がってくればね、もっと終盤怖いかなっていうところもありますけども、まあ、結果ね、2勝1分けで巨人の勝ち越しでした。ついで、DeNA 対広島。31日、7対6で DeNA。1日、7対2で DeNA。2日、3対11で、広島。結果、2勝1敗で DeNA の勝ち越しになりましたけども、すごい、毎日の試合でした。ね。31日、7対6で DeNA というところでね、DeNA はね、広島の攻撃、ね、3回表、ワンアウト2塁から、西川のね、セカンドゴロ、牧、ファンブル。取れたね。ね。で、その後、小園タイムリー、鈴木デッドボール、坂倉フォアボール押し出し、相沢デッドボール押し出し、菊池ワンアウト満塁からショートフライ、で、林、ライトフライ。ここでね、カープはもう1点ね、欲しかったっていうところはありますけども、もうここでね、一気にカープが大量得点して、おっと、これはもうカープで行くのかなっていうね、ところもありましたけどね。3点取ってね。まあ、でももう4、5点ぐらいね、カープは行きたかったかなと。で、ね、ピッチャーもね、交代してね、進藤、バーッと、フォアボール、デッドボール連発はダメよ。いきなり出てきて、ね。でも4回裏、ね、その、エラーした牧が、ね、ツーラン、グッと、ホームラン。こうやってね、守備でミスしても、バッティングですぐ取り返していくっていうね、この姿勢、新人らしからのね、まあ、でも最近上がってきたんでね、このミスを帳消しにするね、ホームラン。で、これでね、6対3、というところになって。でね、4回表、ね、広島、ワンアウトから、ノマフォアボール、西川レフト前。で、小園がね、センターへ、タイムリーツーベース。ね。まあ、この時はね、6対1。で、その後、牧がホームラン打って、ちょっとね、ここ、前後しちゃいましたけど、6対3になって、もう5点差だったところを牧のホームランでね、2点、追いつく。ね。で、広島はね、9回表、ノマ、レフト前、西川センター前。小園ね、バンド失敗。バーンと。でもね、ワイルドピッチ、糸。反応遅い。反応遅いから大きく弾く。ね。で、その後ね、鈴木、敬遠で、坂倉がね、最後6-6-3のダブルプレーっていうところでね、坂倉も調子良かったね、ここ一本打ちたかったなっていうところもありますけどもね、DeNA はね、リリーフの砂田エスコバー、山崎、メシワン、よく踏ん張った、レイフでね、グッと、リリーフ、グッと。DeNA、でね、攻撃時はね、牧ツーラン、で、5回にね、佐野ソロ、で、7回にね、外ツーランと、もう本当にね、このホームランを、もう、ベイスターズらしい攻撃、もうホームランを有効的に使って、ね、こう、ちょっとずつね、この、
つながりで点を取ってきた広島を一気にまくっていうね。で、最後はリリーフ。最後、坂倉って言ってたらね、っていうところはありましたけどね。でね、1日、7対2でね、DeNA。というところで、広島玉村ね、インコースのね、ストレートをしっかり決めきれなかった。この持ち味のね。で、そして、変化球がちょっと高く甘く入った。で、そこをね、打たれたっていうところもあるんで、ちょっと良さ出なかったね、今回はね。で、5回3分の2、9安打5失点。ね。で、DeNA 大貫ね、6回8安打、2三振、1失球、1失点と。こちらね、まず左足にね、体重しっかり乗ってね、ちょっと前にこう、トン、飛び上がるような躍動感。で、ストレートが力強く、変化球もね、非常に生きたかなっていうね。で、打線ではね、オースティンが4打数3安打3打点ね。この、インコースのね、ストレートを、右中間とかに打たれたら、もうきついよ、バッテリー。あの、アウトコースも放り込まれるし、だからあれがね、あれ引っ張ったホームランもきついけども、インコースをね、あの、右中間に持っていかれるっていうところが、まあ、オースティンのね、状態の良さが伺えるっていうところと、相手のね、バッテリーもちょっと攻めあぐねるかなっていうね、ああいうバッティングされると。で、この辺もね、あの、クリーンアップ。スタノ3安打、オースティン3安打、宮崎2安打ともう躍動感でね、もう一気に打線でね、2試合連続7得点ね。で、広島もね、11安打出てんだけど、チャンスに1本出なかった。ね。ランナー貯めるけど、チャンスに1本出なくてね、仕留めきれないっていうね。で、昨日ね、3対11。でね、あ、チャンスに出ました。チャンスにしっかり出て、なんですけど、まあ、栗もね、まだちょっと状態が上がってないかなっていうね。もっといい感じ、ちょっと緩いかなっていうね、低めのいいとこ決まるとこもあるけどね、ちょっとかなっていうね。その後、堀江健吾だね、森浦っていうところで抑えたけども、まあ11対3でね、もう打ちまくりだからね、長野がね、1番に入って6打数2安打2打点。で、小園西川、坂倉はね、今日はいいところで打って。で、下位打線のね、菊池が2打数2安打3打点1オーバー。で、林がね、3打数1安打2打点と。で、もう下位打線もやって、クリボヒット打っちゃって、あれ大きかったね。まあそういったところではね、この、欲しいところで、いいところで、この2日の試合はね、広島が躍動したかなと。ちょっと DeNA はね、あの、もうこうなったらもういいところなしっていうところでね、打つは打ってんだけどね、まあこれはちょっと仕方ないかなと。まあ結果ね、2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。さあ最後に、阪神対中日、31日5対8で中日、1日2対1で阪神、で2日雨天中止、結果1勝1敗の5分でした。31日5対8で中日っていうところでね、阪神ちょっと記録に残らないミスでね、敗戦っていうところがあったかなと。中日はね、3回表、京田のセカンド内安打、で、高松バンド、で、大島ライト前ヒット、で、ビシエドがね、レフトへタイムリー、で、福留ライト前、で、ワンアウト満塁になって、高橋周平ね、レフトへタイムリー、ツーベース、2打点、結果はね、でもこれロハス、スライディングキャッチ、試みて、グラブにボール当たってる。グラブにボール当たってるのにそれを交代。記録はね、ヒットだけども、まあ、正直エラーだね。で、もう、青柳、顔出し、もう、1億%。あの顔出しすごいね。まあでも俺は別にはいいと思うけどね。あの、すっごい顔出ししてた。ホームのベースカバーからマウンド変えるとき。映像見れる方いたらね、見てください。すごい。で、ワンアウト2、3塁になって渡辺のね、センター前ヒット2点、計5点。これ一気にね、いけたっていうところも大きかったね。で、阪神はね、この5回裏、一挙ね、5点取って、この同点になるのよ。この時の青柳の顔。満面の笑み。すごい対照的。でもこれもう5対0で負けたかなっていうところあったけど、その後ね、まあ、この試合負けたけど、追いつくの強いね。あの、糸原レフト前、小野寺ライト前、で、梅野がセンターオーバータイムリー打って、で、青柳が変わって代打糸井フォアボール。で、近本ね、あの、レフトへタイムリーヒット。で、中野がレフトフライアウトになるけども、マルテがね、同点、タイムリーツーベース。これ、マルテのね、復帰も大きいよね。マルテ復帰して、5打数2安打3打点の、ぐわっと。ね。ロハスの守備バーっと。ね、こう対照的だったかなと。ね。で、その後サンズのね、4タコっていうのがね、非常にちょっと痛かったかなと。で、中日はね、7回、3点勝ち越しっていうね、あの高松セーフティーバンド、ぐわっと。ね。で、その後ね、高橋もね、ちょっと復調してきたかなっていうね。あの、ワンアウトから高松がバンドして、大島アウトになって、まあ、もうドラゴンズはもうビシエド次第だからね、このビシエドの連動がもう得点入るかどうかっていうね。で、ビシエドレフト前ヒット打って、ツーアウト一塁から、福留がね、ライトに勝ち越しタイムリーツーベース。で、高橋周平がね、勝ち越しのタイムリーツーベース。福留元気。グッズ。ね。まあ、あの、ドラゴンズとしてはもう欲しいところでしっかりきちんと出たかなっていうね、ところもありますし、ちょっと阪神はね、ちょっとミスっていうところがね、痛いなと。で、9月1日ね、2対1で阪神の勝ちになりますけども、こちらはね、もうエラーの試合っていうね、阪神と7回88球4安打6三振無失点1、無四球1失点とね、前回ね、25日の DeNA 戦3回5失点からこの1週間でね、しっかり修正してきたっていうところはね、非常に新人らしからぬね、素晴らしい調整だったかなと。
でね、この映像を見てたらね、思ったんですけど、まあ本人もね、ヒーローインタビューで言ってたんですけども、しっかり丁寧に投げたと。で、投球フォームからもしっかりなんか丁寧さ出てましたよね。このゆったり投げて、なんかこう、まんぶりするわけじゃなくて、コンパクトに腕だけ触れて、しっかり丁寧にそこに投げようっていうね、この意思が、このフォームからね、しっかり見られたかなっていうね、ところもあるんで、非常に良かったんじゃないですかね。で、中日、まずはね、負けはしたけども、緩急つけて非常にグッピッチ、素晴らしいピッチングだったかなと。5回3分の1ね、73球、4安打、4三振、2四球、2失点と。まあ、4回表ね、ワンアウトから高松、ショート内安打、この中野がね、悪送球して、で、2塁へ行って、大島タイムリー先制っていうところで、まあ、ここのエラーっていうところもね、非常に痛かった。で、松葉もね、その、得点してくれながら、まあね、失点するんだけども、でもまあ2失点で攻められないよね。非常に松葉のいいピッチング。で、このね、4回表のこのね、阪神のミスからね、欲しいところで大島のヒット。で、阪神はね、6回裏、近本ライト前、で、中野バンド、で、マルテがセンター前タイムリー、で、サンズね、ショートエラー、強打飛んでるっていうね、これダブルプレイ、池田だけにね、痛い。で、その後、糸原セカンドゴロ、で、2アウト1、3塁になって、大山がね、バット降りながらタイムリー、その後、その前もね、チャンスでボン出してて、もう大山どうするんや、なった時にね、降りながらもライトへね、まあ、こういうヒットがね、非常に、前に行くんでね。まあ、佐藤も今苦しんでるけど、ヒットがね、一番の両脇なんで、ここでね、ヒット打てるかどうか。この大山のヒットっていうのもね、非常に、今日からのね、また戦い、大島、大山のね、打席っていうのは非常に期待できる。この一本でね、かかるんじゃないのかなと。こうね、守備も置いて中野の悪送球ね、強打のトンネルとかね、非常にこのね、エラーの試合で、まあ、ちょっとね、点が入っちゃうっていうね、結果最後はね、大山のね、タイムリーで、勝ち越し。っていうね、ところになりましたね。で、9月2日ね、中止。結果ね、1勝1敗の5分っていう形でしたけど、ちょっとタイガースはね、エラーしないようにやっていかないと。まあ、こういうのがね、終盤ね、ちょっと最近ね、そこもそれが、こう、勝ち越せないから、ちょっと目立っちゃうね。そこら辺のちょっと修正はね、必要かなと思いましたね。さあ、ということでね、金曜日、ソチェックね、駆け足でお送りしましたけども、まあ今日からね、ヤクルト広島戦、中日 DeNA、阪神巨人戦、で、ロッテ日本ハム、楽天西武、ソフトバンクオリックスになりましたけども、まあね、見どころとしては、阪神巨人の甲子園。ちょっと天気が心配ですけどね。ちょっと西がね、100勝足止めしてるんでね、ここでしっかり踏ん張りたいっていうところもあるんでて、このね、阪神巨人戦、非常に注目かなと。ヤクルト広島もね、こう東京ドームで行われるんでね、今日ちょっと東京地方雨降ってますけども、こうしっかり行われるかなっていうね。で、パリーグはね、このロッテ日本ハム戦。日本ハムはね、勢いづいてきてるんで、このロッテがね、このままロッテも勢いづいてるっていうね、このやっぱ、ここのね、負けたらね、落ちていくよ、日本ハムに。っていうところもありますし、このソフトバンクオリックスのね、山本マルティネス。ね、山本がね、もうここ最近素晴らしいピッチングしてるんで、ソフトバンクはね、勝っていかなきゃいけない。オリックスはね、日本ハム戦で負け越してるんで、ここは勝ち切りたい。ここでね、オリックスが突き放すのか、オリックスが落ちて、パリーグがまたガチガチってなるのか、そのね、このソフトバンクオリックス戦の戦いに乗じて、ロッテが今度上がっていくのか。で、その後ね、楽天マー君、西武松本っていう試合で、楽天もね、離されない。ここでね、一気に詰めていきたい。西武は最後の力を打ち絞って、ここで一気に詰めたいっていうね、こう全カードパリーグ面白いですね。まあ、セリーグもね、そこら辺どうなっていくのかっていうところになりますけども、まあね、近土日の試合、天候もありますけども、皆さんね、プロ野球終盤戦、楽しんでいきましょう。ということで、今日の佐々木チェック、ここまでで終了ということで、週末のプロ野球も要チェック。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。